当には、お嫁さんを見ながらご飯を食べてます。いきます。ズッキーニめちゃでかい、わかるかな、大きい。私ズッキーニ大好きなんだよね。わめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、やばい。If I change my ways, but old habits they die hard. Oh yeah, another drink. I start to think old habits they die hard. Hot summer morning into middle of day. It was a hot summer morning into middle of day. おいしいスープ飲んだ。おお。あ、でもコーヒーの形ですね。そうそう、コーヒーの形なんですけど、はい、手に取って匂ってもらうと、はい、全然コーヒーの匂いと違います。全然コーヒーの匂いがしない。しないはい。これを今から火でこう焙煎していくことで香り付けを、はい。へえ。これ豆。何の豆なんですか？コーヒー。あ、そっかそっか、コーヒー豆。コーヒー豆ですよ。こういう感じで色が変わっていきます。はい、横にスライドする感じで。そう、そうすると横にスライドしたお豆ちゃん。私が行ったコーヒーでーす。コーヒー。なんかすっきりしている。自己評価みんな甘くなるから。美味しい。朝から幸せすぎる。幸せすぎて本当にもう帰りたくない。ありがとうございました。また来ます。本当に楽しかった。ありがとうございました。バイバイ。手振ってくれてる。今までビジネスホテルばっかと思ってたけど、こういうゲストハウスって人の温かさが身にしみるというか、いいな。叶うことであればずっとここにいたい。本当連泊したいよ。こういうね、田舎でのんびり過ごすのって最高ですね。ライダーの皆さん、ぜひこの遠軽町の森の暮らしさん、本当におすすめなので、ぜひ行ってみてください。
あのね、時間によってはね、カフェもやっているので、カフェでね、美味しいチーズケーキとコーヒーを飲みながらぼーっとするのもいいですし、宿泊も最高に幸せな気分になるので、ぜひ行ってみてください。さあ、名残惜しいですが、次のスポットに向かいたいと思います。はい、今からこの大平ジオパークロードというところに入っていきたいと思います。うわー、気持ちいい、楽しみー、どんな道なんだろう。だいぶ山の上に登ってきました。おー、開けた、すごい、うわー、めっちゃ綺麗、うわー、すごいと思ってます。山彦の滝っていうところなんですけど、あの森の暮らしの奥さんがですね、ここの滝すごいよって教えてくれたので、今向かってます。滝があるって知らなかった。よし、ちゃんと駐車場もあります。 OK、 はい、では山彦の滝登ってきます。杖がある。どっち？こっちかな？本当？山深いですね。あ、滝が見えた。うわ、綺麗。すごい。閉めてないですか？大丈夫ですよ。はい、いただきました。ありがとうございます。安産のお守り、お守りいただきます。男の人がすると、こういうのをすると、うん、勇者の印。ああ、かっこいい。ああいう人はね。ありがとうございます。お名前は？いやー、いらない。ありがとうございます。閉めて愛されてるから、ダメなんだ。すごい、これ何ですか、ピアス、一応ピアス、このありがとうございます、わーい、気をつけて、はい、これあるから大丈夫だ、ありがとうございます。はい、かっこいいな、邪魔になるか、こんなのつけたら、かっこいい、あ、そうだ、バッグにつけるんだ、バッグにつけるんだって、大きい方がいいじゃん。でかい、いいですか？いや、いいんだけど、邪魔にならないですよね。いいんですか？ありがとうございます。それぐらいも道中気をつけて。はい、これだけは守
つけすぎかもしれない。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。モロさん。いや、なんかもうさ、どこ行っても人の温かさが本当にしみるよね。さあ、今ですね、私は旭川門別道路っていう道路かな、違ったらごめんなさい。ここの道路が通行料無料なんですけど、ここを通ってエンガルの道の駅に向かいたいと思います。あ、本当に自然しかないよ。目が良くなりそうです。じゃあここのエンガル森のオホーツクっていう道の駅に今から行こうと思います。でね、この道の駅が新しくできた道の駅らしくって、行ってみたかったんですよね。広い、めっちゃ駐車場広いですね。お、バイク置き場ある。じゃあここに停めさせてもらいましょう。到着。はい、こちらの道の駅はカフェとか、あとはアクティビティもやってるんですよね。こんな感じでちょっとこれできるか見てこようと思います。すごい、スキー場があるよ。ちょっとジップラインがあるんでやってみたいんですよね。はい、とっても急展開なんですが、今からジップライン乗ってきます。ハーネスをね、取り付けてもらってこっちの上の方に上がっていきます。はい、今リフトに乗っています。すごい、ゲレンデみたい。これで上に、山頂に行きたいと思います。はい、では今からこのジップライン、全長1135メートル、時速70キロ、これに行ってきたいと思います。はい、怖い。結構怖い。立つと怖いです。ごめんなさい、引っ張ります。怖い。行きますよ。怖い。怖い。3、2、1。ちょっけど、慣れたら景色がすごいね。いやー、楽しい。高いところが大丈夫な人はぜひこの道の駅でジップラインやってみてください。めっちゃ楽しいんで。はい、ではこちらで食事もあるんですけど、ソフトクリーム食べたいんで、ちょっとソフトクリームを頼んでみようと思います。これ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 、はい、ソフトクリームです。ミックスにしました。こっちがごま、ごまです。写真、写真撮んなきゃ。写真、エンガルって正直今回来るまで全然知らなかったんですよ。どうしても周りに有名なスポットがたくさんあるから初めて聞いたんですけど、来たら本当に最高にいい場所なんで、ぜひ来てみてほしい。出てきましたよ。さあ、ただいま私は門別というところにやってきています。初門別、ここが冬には流氷になるんだって。すごい、ガリンコ号だって。わあ、なんか
生きてるうちに流氷を見に行きたいな。冬だよね。はい、本日のホテル到着。おー、バイクはそこ止めていいのかな。はい、というわけでホテルチェックインしました。今日の夕飯は外に行くか悩んだんですけど、もうお風呂に入りたいでお風呂にねコインランドリーがあったので、もう早々にコインランドリーぶち込んで、でセコマが、徒歩にあったので大好きな焼き鳥を買って、はい、今日は、時間を有効活用で編集をしたいと思います。というわけで今日も盛りだくさんの一日、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。While when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?